はいはいはい。今日着てるこの太根のコーデュロイのスーツは、なんとワイズフォーメン、今季冬物からワイズフォーメンまた復活しました。自分ですね、1985年か86年ですね、どっちかで、ワイズフォーメン の、はい、あのイメージカタログのスタイリストを、やることになりまして、非常にありがたい仕事というか、非常にやりごたえのある仕事、そのイメージカタログについては、この後説明したいと思いますけども、とりあえず今季復活したこのワイズフォーメンの太根のこのスーツ、なんともバランスがやっぱり自分は好きです。スニーカーもこれ、幼児山本さんの、挨拶とのコラボのスタンスです。ベロのところに幼児さんの顔がプリントしてあるという非常にありがたいスニーカーです。それで中に着ている T シャツなんですけども、これはですね、僕がその担当したワイズフォーメンのイメージカタログの LA で撮影した時の、これはモデルになった人が、同じ同業者、ニューヨークのスタイリスト、ジョー・マッケンです。そのイメージカタログの写真を使った T シャツです。この T シャツ嬉しいのは、このカタログをやった時の、スタッフがプリントされています。僕もプリントされています。嬉しかった。これはワイルドサイドで、売ってます。というわけで、僕はワイズフォーメンのイメージカタログを4回、スタイリングできました。この仕事をする前に、プレスの当時のプレスの方から、カタログをやってもらいたいと、まずは山本に会ってもらえますかと、要するにこれは面接ですよ。当時渋谷に確か事務所がありました。そこへ行きました。で、ヨイさん車で回ってました。で、ヨイさんいらっしゃいました。で、その時ね、85年86年だから、僕すごくイタリアモンの洋服が大好きで、アルマーニの、確かコンブレを、着ていきました。そしたらヨイさんの開口一番が、ああとてもエレガントのジャケットを着てますねって言われて、ああ嬉しいな。で、あとはとにかくあなたの好きな、アートディレクター、好きなカメラマンでやってください、それではって言って返した。簡単というか、これものすごいプレッシャーだぞ。でも真っ先に、当時一緒に仕事をしていたダイヤモンドエッジの、横山修一アートディレクターと、でもうこれはもうカメラマンは森川昇さんしかいないと、いつも3人でなんか仕事も遊びもよくしていた時期で、よしやろうぜってことになりまして、それで一発目の撮影、大人数のモデルを、調布の、草原というか、多分飛行場跡かな、そこに、ひな壇を作って、そこに全部大人数を立たせるっていうようなイメージで最初考えてました。撮影の前日に雨が降りました。きちっとカーペットで作ったひな壇がボコボコになっちゃいました。その担当した人に、アートディレクターの横山もすごい怒りました。なんでそんなことが感じないんだよ、なんでビニールシートかけないんだよ。とりあえず全員を総出で着替えをやりまして、そしたら森川さんはとにかく大人数を草原を歩かせる、それを通っていく、直しに入るとかそういうことも何もできない、とにかく大人数着せてしまって、あとは森川さんに任せる、横山さんに任せる、撮影できました。そして印刷物が出来上がりました。僕らがやるこの前に他のスタッフの方々がやったやつが幼児さんが気に入らなくて、それボツりました。で、後で気がついたんですけども、プレスルームに山のようにそのボツになったカタログが積んでありました。で、岡山修一さんとこれを持って、幼児さんにチェック受けました。で、もう2人はもうドキドキ、特に横山さんドキドキだったと。で、幼児さんがこうバーッと見ていって、目がいいですね、よろしいと思いますっていうさ、 OK サイン、やったよ、
オッケー出たよ、私ボスにならなかったよみたいな思い出がこの一発目にあります。次にですね、ブルース・エヴァの、リオデジャネイロのこのモデルになっていたこの少年を使って撮影をしようということになりまして、そしたらこの少年が、なんか怪我をして、LA に来れないと。森川さんは、じゃあブルース・エヴァのスタイリストやってるジョー・マッケンナーモデルにすると、同業者だモデルだと思って LA 行って、でジョー・マッケンナーがニューヨークから来ました。もうその時から彼はボルサリーノをかぶって、自分の気に入ったボルサリーノを、大きな紙袋を2つに入れて、シャツはコムデギャルソンのシャツだったと思う、ディバイスのブラックテニも履いて白いスニーカー、ものすごいもうさ完成されてたわけ、その雰囲気がかっこよくて、何気ないんだけど、あまりにもそのジョー・マッケンナーのその雰囲気が完成されてて、なんか自然にいるんだよ、めちゃくちゃかっこよくて、自分はまだ彼みたいな息に行ってないっていうんで、途中でトイレで吐いちゃいました。なんかわかんないんだけど、なんかもう何とも言えない雰囲気になっちゃって吐いちゃったっていうのがものすごく思い出になります。でもまあ実際撮影を始めてしまったら、僕のスタイリングの方は全然気に入ってくださって、ですごく優しい方で、その当時の自分よりも完成されたスタイルを持ってるっていう、やっぱなんか吐いちゃったっていうのはね今の自分だったら結構いいかなと思うんだけども、まあそれはそれでいい経験ができました。そしてようやく怪我から復帰したこのブルース・ウェーバーのリオデジャネイロの時のこの彼を使って撮影ができることになりました。サンタフェに行こうと、サンタフェに行ってこの撮影しました。とにかく光具合がすごく良かったっていう印象、今見ても僕はこのスタイリングは気に入ってますね、なんかね、はい、あこういうとこが好きだな、いいスタイリングしてるな待って東さん。そしてですね、まだ国交がない時のハルピン、なんでハルピンへ行こうかって言ったのは、黒竜江省ハルピンに行ったらロシアと近かったから、ね、顔は東洋系 で目が青い人がいるというような話を聞いて、それかっこいいじゃん、日数が決められてるから、とにかくモデルを探さなくちゃいけないっていうのが、2、3日経ったらやっぱ焦るじゃないですか、撮影までに時間がないし。でこのメインになった方はデパートでもうほんと撮影の前日ぐらいかなに、あ彼って言って、みんなでハルピン近郊のどっかの油田の、倉庫版だったのかな、とにかくもう撮影も明日だから拉致しちゃった。それでようやくもうメインになった方が見つかりまして、ハルピン行ったって結局は人がメインだったから、これはもう広い、飛行場跡みたいなところに事前光が入る黒バックのスタジオを作って撮影した。結果すごくこれ良かったです。このカタログからなんかとか、当時あったブルータスのスタイルブックにこれ掲載されました。でブルータスのスタイルブックのをローモールのコンテナ社の方々が見て、この写真をすごく気に入って、これは誰だと、登る森川と言って、森川さんが日本人としては初めてぐらいのケースで、ミラノに呼ばれてロンボールの撮影をやったっていう、そういうきっかけになったこのハルピンの写真なんです。というわけで、なんか一冊一冊すごいなんか思い出がいっぱいあるんですけども、でも嬉しかったのはこのジョー・マッケンナのこの写真を使ってワイドサイドの T シャツができて、そして今期からまたこのワイズフォーメンが復活したと
いい仕事に恵まれたなっていうか、長いこと再生して、なかなかスタイリストに卒業はないなというのがすごく実感しました。まだまだ先は長いぞ、これからも頑張るぞという気持ちにこのなりました。というわけで、今回はワイズ方面の、お話をさせていただきました。それでは皆さん、チャンネル登録、グッドボタンとコメントよろしくお願いします。